ジェームズ・ポーク、ジェームズ・ノックス・ポーク、1795年11月2日から1849年6月15日は、第11代アメリカ合衆国大統領、ノースカロライナ州、メクレンバーグ郡に生まれ、後にテネシー州に移住、州知事、連邦会議員を務める。1844年の大統領選でポークは、ダークホースの候補であった。彼は、 テキサスの併合を約束し、ホイック島のヘンリー・グレイを破って当選した。ポークは第二党システムの間におけるジャクソン流民主主義のリーダーであった。身長5フィート8インチ、約173センチメートル。ポークは最後の南北戦争前における強い大統領であった。彼は外交政策での成功で有名である。イギリスとの戦争の可能性を唱え、 オレゴン協会紛争を決着させた。メキシコがテキサス併合を拒絶した時、ポークは国を米国戦争へと導き、その勝利で領土を大きく広げることとなる。彼は1846年にウォーカー関税を成立させ、南部からの支持を得た。また、1913年まで続く国庫システムを確立している。ポークは海軍主管学校と、 スミソニアン博物館の開設を監督し、ワシントン記念塔の起工式に立ち会い、アメリカ合衆国における最初の切手発行も監督した。彼は大統領職を一気のみ務めると約束し、再出馬しなかった。任期終了の三ヶ月後に彼はこれらの試し去した。歴史学者たちは歴代アメリカ合衆国大統領のランキングにおいて、 ポークをその課題達成能力から好意的に格付けしている。ポークは合衆国の最も知られていないゆゆし大統領と呼ばれた。ジェームズ・ポークは1795年11月2日にノースカロライナ州メクレンブルク郡パインビルの農家マルタコヤともでサミュエル・ポーク及びジェーン・ノックス夫妻の間に10人兄弟の長男とて生まれた。 父親のサミュエルは農民として成功し奴隷を所有、アイルランド系の測量主でもあった。母親のジェーンは、スコットランドの宗教改革者、ジョン・ノックスの兄弟の子孫であった。彼女はジェームズを、父親のジェームズ・ノックスにちなんで命名した。ノースカロライナに初期に入植した、スコッツイコール・アイリッシュ系入植者の多くと同様に、ノックス家とポーク家は、長老派教会を信仰していた。 ジェーンは生涯を通して、敬虔な長老派信者であったが、サミュエル、その父エゼキエル・ポークは、理心論者であったは、独断的な長老派主義を拒絶した。両親がジェームズを洗礼のため教会に連れて行ったとき、父のサミュエルは、キリスト教への信仰を宣言するのを拒否したため、牧師はジェームズの洗礼を拒否した。1803年に、一家の親戚の大半が、 ダック川地域、現在のモーリー郡に移住したが、ポーク一家は1806年までパインビルに泊まった。一家はサミュエルが土地陶器で成功し、軍藩人になるなど反映し始めた。ポークは1818 18年にノースカロライナ大学を卒業、弁護士になり、政界に入った。ポークは会員議員、1825年から1839年、会員議長。 1835年から1839年、及び、テネシー州知事、1839年から1841年、を務めた。党水薦のマーティン・バン・ビューレンが、テキサス併合に対する反対を表明し、彼を大統領候補として承諾しがたい、南部出身者及び、アンドリュー・ジャクソン元大統領の人気を失った。あと、民主党は、当然国大会の、 第9回投票でダークホース、ポークを指名した。手紙で指名のことを伝えられて、ポークは返答を書いた。しかしながら、ベテラン政治家のポークは、小さな知名度のまま1844年の大統領選挙戦に入った。彼の相対的な知名度を、ホイッグ党は、ジェームズ K ポークとは誰と攻撃した。結局、 ポークのキャンペーン政策は成果を上げた。1844年11月5日に、ポークは、ホイック党候補ヘンリー・クレイを破った。その選挙で選挙人団の投票クレイの105に対して170を、彼は勝ち取った。一般投票はもっと接近しており、ポークが獲得した130万余病のうちの3万9000あまりの差に過ぎなかった。 一機のみを務めるという決心のもとに、ポークは彼の選挙公約を満たすために速やかに行動した。ちょうど4年で彼は、テキサス共和国の合併、イギリスとのオレゴン協会論争の解決、独立した財務システムの再建、メキシコからカリフォルニア、ニューメキシコ、アリゾナ、ネバダ、ユタ、コロラドの一部分を呼び、ワイオミングの領域の獲得を成し遂げた。旧メキシコの土地は、 米国戦争後のグアダルーペイダルゴ条約の結果として獲得した。ポークの多大な政治的業績は彼の健康に悪影響を及ぼした。彼は4年の在任中37日しか休暇を取らなかった。大統領就任時は精力的であったが、その職で疲れ果てポークは53歳の時にホワイハウスを去った。彼は離職後4ヶ月に満たないうち、 103日後に、テネシー州ナッシュビルの新居、ポークプレイスで死去した。これは引退後最も短命だった記録である。ポークの妻サラ・チルドレスポークは、訪問客をしばしば受け入れながら、42年間を、そこで過ごした。南北戦争中にポーク夫人は、自宅に南軍及び北軍指導者の両方を、歓迎した。ポークプレイスは、巡礼目的地になり、 中立の土地として尊重された。ポーク夫人が1891年8月14日に他界したとき、彼女は彼女を過去への貴重なリンクとみなした国家によって哀悼された。小柄な夫のためにヘイル・ツー・ザ・チーフを大統領入場の際の音楽として制作し、今日まで採用されている。最も公約を果たした大統領とされる。楽しくご覧になりましたら。 購読と良いです。クリックしてください。